52日目の今の体型部は代謝率経費満です。うっそめっちゃ普通に美味しそうじゃない。でめちゃくちゃもう料理めんどくさいズボラさんおすすめ。おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻は6時52分です。6時15分ぐらいにフィールを起こしてちょっと眠すぎて今ベッドの横になってるんですけど、まだ現在私100日間ダイエット中で本日で52日目でございます。本当は50日目の節目に撮りたかったんですけど、ちょっとドタバタしてて撮れなかったので、今日は、いつもは休日の、ダイエット Vlog を撮ってると思うんですけど、今日は平日のお仕事がある日の、ダイエット Vlog を撮ろうかなと思うので、まあ、ところどころ、撮っていけたらなと思います。はい、平日はいつも、今日はちょっと早いですけど、ピーちゃんが7時から7時半の間には絶対起きるので、もう起こしてくるのでいつもそのくらいの時間に起きます。で9時から仕事なので、まあ朝はね基本ゆっくりしてます。ちょっともうちょっとゆっくりしてから体重測ったりとかしたいと思います。みんなこれ知ってる？最近これめちゃめちゃさ使ってすごい超愛用してるんだけど、このミルティのモイスチャーミルクスプレー、これねめちゃめちゃいい。私今までダルバとかいろんなスプレータイプの化粧水使ってきたけど、これが保湿力めちゃめちゃいい。ダルバはメイクの上からスプレーするのにめっちゃいいんだけど、朝忙しすぎてやばい時これ1本でスキンケアを忘れる時もある。体重測定、あれなんか増えてる、なんで増えてるの、なんで63キロになったの、重い。はい、ということで52日目の今の体型部はこんな感じです。前回と正直そんなにめちゃめちゃ体型変わってる感じはあまりしないかなとは思うんですけれども、初日の1日目と50日目ちょっと見比べていただけると、ちょっとだいぶ少しはスッキリはしたのかなと思います。体重的には本当にマイナス2キロぐらいしか変わってはいないです。後ろはこんな感じ。昨日ね背中トレ1時間ぐらいしたんで、めちゃめちゃ今背中がちょっと筋肉痛なんですけど、だいぶここのね肉が少しなくなった感じはあります。まあ普通にしていると普通なんだけどね。ちょっと本当に朝めちゃめちゃ時間がなさすぎるというのと、あとちょっとフィーちゃんをねいろいろちょっと準備、お留守番の準備もしたいので、ちょっとごめんなさい、ここから爆速で準備します。フィーちゃん一人遊び終わったの？一人遊び終わったの？んおいでおいで、んモフモフする？モフモフする？みんなに挨拶は？せーの、ハッピー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 ちゃん、ハッピー。バナナさん食べる？食べるの？食べるか。はい、適当に私は着替えました。もういつもですね、どうせパソコンと向き合う作業とか発想の作業とかなので、別にそんなにおしゃれをする必要がないですね。お仕事の時はこんな格好おしゃれもないよね本当に。で今日はですね、最近私毎朝ブラックコーヒーを飲んでるかなと思うんですけれども、5月からなんと新商品が発売されました、ピッチピックから。それがなんとじゃじゃーん、アールグレイプロテインでございます。ブラックコーヒーが飲めない、紅茶バージョンも出してほしいというお声をたくさんいただいておりましたので、今回紅茶バージョンを出しました。
でいろんな抹茶葉があると思うんですけど、あのミルクティーともすごく相性も良くてストレートでも美味しいね、アールグレイを、今回チョイスさせていただきました。私もこれが入荷してから朝ミルクティーとして飲んだりもしてるんですけど、今日はせっかくなので朝から贅沢にミルクティーを飲みたいと思います。ちなみに私はあの平日の朝も本当に食欲があんまりないんですね。あの本当にご飯食べたいって気持ちになれなくて、基本的にブラックコーヒープロテインとバナナの組み合わせでいつも会社で、まあ、食べながら飲んでみたいな感じで仕事してるんですけど、本当に時間がない人とかはそういう感じで朝ごはん食べてもいいかなと思います。休日余裕がある時とかはグリークヨーグルトとか食べたりするんですけど、なかなかね、なんかちょっと朝ねガツンって食べれないんだよね。なんでなんだろう、なんか昔からそうなんだよね。パウダーはこんな感じでかなり細かい粉末になってます。なのでお菓子作りとかでもすごく愛用していただけるかなと思います。で1回分の使用量が 7g とブラックコーヒーに比べたらかなり少ないで、その分ちょっとタンパク質量が少ないんですけど、あのいろいろね試作をしてみたんですけど、このぐらいが美味しく飲めるっていうので 7g にしてます。タンパク質量もっと増やして飲みたい人は倍入れてくださいね。で私はこれでお湯溶かしていきます。湯を入れてきました。で入れたらちょっとこれはしっかり混ぜてあげてください。こんな感じで溶けていってあげたら、私はいつもこのゼロ脂肪ミルクを、原料とかダイエット期間中は愛用してます。これ愛用してる理由は前回でも言ったんですけど、脂質を抑えて、タンパク質と、カルシウムとかは通常の牛乳と変わらない量を飲むことができるので、カロリーと脂質を抑えることができる牛乳なので、まあ、あの脂質を抑えたダイエットをされている方とかはすごくおすすめです。私はこれを、いつも 200ml か 250g ぐらいかな入れてます。結構牛乳で割ってもかなり濃いでしょう、色が。あのここにもねすごくちょっとこだわりまして、濃いミルクティー私飲むのがすごく好きっていうのが個人的にあるので、かなりあの牛乳で割っても薄くならないように、あのしっかり濃いめに飲んでいただけるように作りました。これめっちゃ普通に美味しそうじゃない。こんな感じで簡単にミルクティーができました。あのもちろん、水やお湯で割っていただいてホットティーだったりアイスティーにして、飲んでいただくのもすごく美味しいんですけど、私はミルクティーとして飲むのもすごくおすすめです。タンパク質もその分取れるからね、うん、これもね、まあ、ブラックコーヒー飲めない人とかはぜひぜひ、まあ、チェックしてみてください。甘いミルクティーを飲みたいなって人はお湯で溶かすついでに蜂蜜も入れて甘みを足してあげたりとか、もしくはダイエットされてて、食物繊維取りたいという人はこうオリゴ糖を一緒に入れて飲んであげるのもすごくいいかなと思います。私は基本あの甘いのっていうよりかはもうこんな感じで無糖のミルクティーを飲みたいので、無糖のミルクティーのプロテインってさないじゃん。これだったら作れるんで、よかったら、まあ、初心者の人とかでもすごくおすすめでございます。私はねこれをこの容器に入れ替えて会社に持ってきます。会社で仕事しながら飲みます。ちょっと皆さんにね見やすくしたかったのでこれ入れたんですけど、夏場こういったステンレスの容器に、まあ、氷とかを一緒に入れて持ち歩いていただければあのチビチビ飲んでもう全然大丈夫なんで、はい、こうやって、仕事中チビチビ飲みながら、よく仕事してます。あとバナナね、朝ごはんバナナとミルクティープロテインでちょっといきたいと思います。なかなか食欲がないのでこの含み野菜でいきます。フィーちゃん待ってね、フィーちゃん、フィーちゃん待って、あのおうちハウス行って、ハウスね、ハウス入っとって。はい、準備できました。ちなみにお留守番させるときは無音にならないように音楽をいつも YouTube でかけてから出ていくようにしてます。じゃあ仕事行っていきます。仕事中は全然喋れないのでちょっとアフレコでいきます。基本ね私画像制作 LP パッケージデザインとかチラシとか商品開発基本全部私がやってるんですけど、通販の世界に本当に初心者すぎて毎日勉強です。また新しいこと考えてて仕事病ですぎます。いつもおやつね今日焼きドーナツ食べたんですけど、まあ、多分推定200キロカロリーはあるんじゃないかなと思います。でも油で揚げてないから脂質は気にしなくていいから OK。
そして皆さんにお知らせがあるんです。プロテイン専門店ピーチピック、なんと今回オフライン開催します。福岡の皆さん、このハモール橋本で、今週の5月18日土曜日、5月19日日曜日の朝の10時から5時までプロテイン試飲会開催してます。人気商品を一部、持ってきてるので、皆さんよかったらぜひ遊びに来てください。私もいるので、なんかチラシもね、ちょっと今回新しく作ってみました。いやー、皆さんぜひお願いします。来ていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。なかなかこんな機会ないのでね、はい、私も楽しみにしています。なかなかこんな機会がないので、こういう貴重な経験ができてね、めちゃめちゃ嬉しいです。よし、今週張り切るぞ。フィーちゃんフィーちゃん、ただいま。ヒクヒクしてた人、うんちしたの？出て、とりあえず。はい。わ、すごい遊んだね。うん？ヒクヒクしてたね。うん。やばい、今日マジでめっちゃ暑い。夏かなっていうぐらい暑いんですけど、いつも平日仕事がある日のお昼はピーちゃんもいるので家に帰ってきてご飯を食べるようにしてます。まあ、会社が近いっていうのもあるので、家で帰って食べれるのもあるんですけど、ピーちゃんが寂しくならないようにって意味でも帰ってます。もうめちゃめちゃ忙しくて本当にやばいって時とかはもうコンビニで買って適当に済ませるってこともあるんですけど、基本的には帰ってますね。で、ここ、最近私がめっちゃハマってる食べ物があるんですけど、ささみスープご飯を作りたいと思います。もう超簡単なので、洗い物もね本当にないので超最高なので、まあズボラさん向けにおすすめのダイエットご飯でございます。ちょっと作っていきましょう。茹でたささみとネギを用意します。あ、ちなみにもう手洗いましたよ。ささみはね、昨日の夜茹でておきました。まあ、裂いておいてもいいし、盛んでもいいし、もうここ好みなんですけど、ささみはだいたい私は 100g ぐらい取ってます。あと何でもいいんですけど、鶏ガラスープか韓国のだしだ、何でもいいです。なんかお好みでやってください。私はこの鶏だしスープをここに直接かける。私はブラックペッパーも、ね、これも入れるとめちゃめちゃ美味しい。まあ、ニンニク生姜ミックスだけど、生姜だけでもいいし、ニンニクだけでもいいし、まあ、これ好みですね。これ入れてお好みでネギをパラパラっとかけていってあげてください。ネギ多い方がね美味しいです。これはこれでお湯を入れたら完成です。はい、お湯を入れたら完成しました。やばい、ちょっと今日ネギ入れすぎちゃった。入れすぎたんだけど、こんな感じでしっかりとスープと溶かしていってあげてたら、こんな感じでなんかね雑炊に近い感覚で食べれるから、すごいね、炭水化物もタンパク質も全部一気にこうスッと体に入って食べれることできるし、超簡単だから、一人暮らしの私でめちゃくちゃもう料理めんどくさいズボラさんおすすめ。私これね美味しくってめっちゃ食べてる、ここ最近。ちなみに、ここにごま油を足してあげてもすごく美味しいです。これは本当に私飽きずにずっと食べ続けられてるので、皆さんもきっと好きな人は好きなんじゃないかなと思います。もう本当に映えとかないんですけど、元々鹿児島の奄美の郷土料理で鶏飯っていうのがあるんですけど、まあ、それのなんかまあいろんなトッピングをぶん抜いたバージョンのレシピになります。ちょっとね胡椒入れてあげた方が結構美味しくなります。もっと洗い物少なくていいし、簡単だし、すごく低価格だし、タンパク質も炭水化物も一緒に取れるし、鶏むね肉とかささみとかなんかパサパサしてて全然食べれないよっていう人とかでもこれだったら食べれると思います。最近フィーちゃんずっと一人で遊んでることが多くて構ってくれなくって、家に帰っても今ずっと一人で遊んでるんですけど、下で全然なんか構ってくれなくて、反抗期なのか思春期なのか、多分年齢的に今そうなんですけど、
そうだ、よくね質問でいただくんですけど、体脂肪率がどのくらいありますかっていうのをよくいただいていたので、自分の体感的に体脂肪率35ぐらいはありそうだなってちょっと思ってたんですけど、この前福岡に行った時にインボディ測りに行きました。私の近くの店舗とかはインボディ測れるようなのがなかったんで、福岡行ったついでに測りに行ったんですけど、その結果がこちらです。はい、体脂肪率経費満です。うっそまあまあでも自分もね、この体の脂肪のつき具合とかで、まあ、大体こんぐらいあるだろうなっていうのを予測はしていたので、まあ納得なんですけど、やっぱ改めてこうやって測ってみるとめっちゃショックやなって重いいうのが一個あって、ただ自分の中ではなんかこう半年ぐらい筋トレをまともにしてない期間が空いてたのにもかかわらず、筋肉量はそんなに大して減ってないなっていうのを感じました。筋肉量が約 40% だったんで、まあまあ悪くはないのかなっていう感じ。平均の女性の筋肉量は20から25って言われてるので、まあ、それに比べたらまあ一応筋肉量はまあまああるのかな。でもなんかアスリートの人とかは 50% ぐらいです、女性は。男性とかだったら、割と筋トレされてる方もっともっとたくさんあるんですけど、まあ、女性にしてはまあ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 なのかなぐらいの筋肉量かなとは思います。なんか私は正直、まあ、どういう理想の体を求めているかと言われていると、多分みんながこう思い描くような女性の理想像ってちょっと違うかもしれない。私は結構海外のフィットネスインフルエンサーの方とかをよく見るんだけど、すごい上腕二頭筋とかがしっかりもっこりしてて、背中もすごくバキバキで、でこう足もしっかりこう筋肉があって、なんだろう、すごくヘルシーでかっこいい強さもあるようなボディがすごく理想的なのね。めちゃめちゃかっこいいなって思うの。でも筋肉って別にこうやってでこう背中とかんって力を入れない限りは別にそんなにねあるようには見えないんですよ、普通にしてると。だから意外と力出したら、え、筋肉あるやんこの人みたいな感じの体になりたいなっていうのと、あとまあ改めてすごく感じたのが、結構体脂肪率もすごく重要なんだけど、やっぱこう筋肉量で見た目がすごく変わってくるのかなって皆さん思っていただければいいかなと思います。私も筋トレをする3年半ぐらい前までは筋肉量が普通の一般女性と変わらない 20% ぐらいしかなかったんですよ。でこの3年間でトレーニングはまあまあやってきて 20% ぐらいはアップさせることができたので、それでやっぱ前の体重が例えば60キロだとしても、今の60だと全然見た目がすごく違うので、体脂肪率と筋肉量で本当に見た目がすごく変わってくる。だから同じ体重だとしても見た目って意味ではすごく変わってくるから、まあ、私もねこういう100日間ダイエットってい こう結構短期間のダイエット、やっぱこう体重だけ見ちゃうと全然落ちてないって思われちゃってると思うし、全然落ちてないじゃん、そんなんで、なんかむしろなんでこんな生活してるのに体重落ちてないのって疑問を持たれる方もきっとたくさんいらっしゃると思うんですよね。私もね思うの、なんでこんな頑張ってこんな一生懸命やって筋トレもして有酸素もしてるのに落ちないんだよって体重があって思うんだけど、まあ筋トレもそれなりのものをやってる方なのかなと思うし、やっぱ筋トレした後って筋肉に水分が溜まりやすいっていうのもあって、体重が逆に増えたりすることもあるんですよね。一喜一憂されちゃうとすごく、まあ、辛いから、私もあんまり体重気にしないようにはしてるんだけど、やっぱ私の目安では1ヶ月にマイナス 1.5 から2のペースで落とすのが一番健康的だし、まあ、自分の今のこのダイエットにすごくこうストレスなく楽しく今できてるから、あ、このぐらいのペースでいいかもって今思ってます。なので、まあ、今50日ちょっと経ってて、まあ、マイナス2ぐらいは落とせてはいるので、まあまあまあ予定範囲内かなっていう感じでございます。まあ見た目の方の脂肪とかは結構割と落ちてきてるなっていうのはすごく感じてきてはいるので、まあ、これを調子にこれをねベースにしてしっかりとこれからも引き続きね100日経っても多分続けると思うのでやっていこうかなと
思います。ゆっくりねやろう、みんなダイエット。なんかさ、私 SNS 見てるとさ、なんか1ヶ月でマイナス7キロ落とした方法とか、なんだか、10日でマイナス5キロ落とした方法っていう、漢方のさ、韓国とかの漢方を使ったダイエットが今めっちゃ流行ってるじゃん。私ありえない、あんな短期間で私落とせたら、あ、落とせてる私も絶対で、あれなんであの体重落ちてるかっていうと、私多分ほとんど体の水分、筋肉が落ちてるから、あそこまで落とせるのかなって思います。本当に健康的か落とし方かって言われると、まあ、健康的ではないと思うんだよね。それが結構さ、人間ってすぐ結果求めたいし、すぐ欲しいじゃん、すぐこう出したいじゃん。だからなんかそう、数字だけで見ると、なんか体重マイナス5マイナス7マイナス10キロ落としたで、なんかすごくこう理想的に見えるんだけど、なんか実はそうじゃないなって私はすごく感じるんで、だから韓国のダイエット漢方とかも決してダメだとは思わないんですよ。そういうのも上手に取り入れつつ、でもベースはそんなに一気に体重落とすんじゃなくて、ちょっとちょっとずつ使う。どうしても過食しちゃって食べ過ぎちゃった時には漢方を頼るとかでもいいと思うけど、基本はやっぱ自分の力で、しっかり食べて、しっかり運動して筋肉をつけて、健康的に1ヶ月にマイナス 1.5 から2キロぐらいのペースで、まあ、落とすっていうのが一番ベストなんじゃないかなと思う。だってさ、マイナス例えば1ヶ月に1キロ落とせたとしてもさ、結局1年頑張れば12キロ落とすことできるじゃないですか。人によってはいろんな目標があると思うけど、本当にそんなんで十分だと思うよ。無理せんでおこうね。私も SNS 見ると、なんか私ってなんでこんなんだ、逆に体重落ちてないんだろうって、なんか悲しくなる時があるんだけど、まあまあまあ、そうじゃないよっていうのを皆さんもし思ってる方いたら伝えたいなっていうのがあってまた喋るやん、めっちゃ喋るやん私、ごめんなさいね、いつもすごい喋るじゃん。最近なんか私動画の中で結構喋りになってきたなって思ってて、しかもさ、すっぴんだよ、やだ。ちょっとメイクしたかったんですけど、でもリアルこんな感じです。本当にメイクするしてない私、平日土日休日の時しか逆にメイクしてないんで、本当に日焼け止めとリップぐらいしか塗ってないので、いつもリアルはこんな感じです。ごめんなさい、先にご飯を食べてフィーちゃんと遊びたいと思います。お昼は、今日動画ずっとすっぴんじゃん。お仕事終わりました。時刻は6時半過ぎぐらいでございます。まあ、いつもね6時、早くて6時、遅くて7時、まあ、8時とか、まあ、日によって違うんですけど、終わって、ジムに行くときはジムに行ったり、その後で家でトレーニングしたり、今日はインスタントだけっていう日もあったり、結構バラバラなんですけど、今日金曜日なんですよ。弟が今からはま寿司行こうって誘ってきたので、いいよってことで、ちょっと今日は弟と外食をしたいと思います。キリッおいでフィーちゃん、
ということで帰宅しました。今の時刻は夜の9時半でございます。はい、ちょっと今日はいろいろ予定を変更しているので、本当はジム行く予定だったんですけど、弟とお寿司を食べに行ったので、もう今日どうしようかなと思って、とりあえず有酸素をしようと思います。今から有酸素だけして、あとお風呂入ってストレッチとかはしっかりして今日は寝ようかなと思うんですけど、ちょうどね家帰ってきたらいろいろ荷物が届いていたので、せっかくだからちょっと一部開封をしようかなと思います。なんか普段あまりこういうのしないので、ちょっとついでなんで、ちょっとしようかなと思います。突然の購入品紹介動画。1つ目が白鳩で購入した、私が夏になったらもう3年ずっとリピしてるパジャマがあるんですけど、このタオル生地のあのワンピースなんだけど、こういう感じでお風呂上がったらパジャマとかを着ないですっぽんぽんの状態でこれをとりあえずペッと着て、これでボディケアしたりとかスキンケアとか髪の毛乾かして、まあパジャマ着たりとかする時もあるし、もうこの普通にこれパジャマ代わりにして寝ることもあるんですけど、これめっちゃよくって、本当にもう3枚購入してるんですけど、値段もすごく安いのでめっちゃおすすめ。本当にもうこれ大好きすぎる、超お気に入り。そうだそうだ、めっちゃちょっとね気になってたやつをね頼んでみたんだった。ナトゥリーの有機サジージュース、ビタミン C とかが入っている、あのサジーってよく聞くと思うんだけど、まあ私やっぱりこう今ダイエットしていて、なんかこうお通じが悪かったりとか、ビタミンがなんかあんま取れてないのかなと思ったりもする時もあるから、これなんかねヨーグルトにかけて食べようかなと思って買ったやつです。でなんかこれ一応オーガニックらしくて、もうちょっと気になったので買ってみました。もう一個もある、これも同じナトゥリの換算サジージュースで、これはねマヌカハニーとか蜂蜜がブレンドされてるやつだから飲みやすいって書いてあったんで、ちょっと2パターン飲んでみようかなと思って買いました。なんか私扁桃炎っていうか扁桃腺がもともと通常の人より結構肥大化すごくしていて、しょっちゅう扁桃炎になるんですね。だから蜂蜜をよくいろいろ舐めてるんだけど、マヌカハニーこれもね殺菌効果があるので、喉がね痛くなりそうだなとか免疫が落ちてるなって時たすぎ舐めるようにしてる。最近グリークヨーグルトとかで、私韓国の本場のやつはまだ食べたことがないんだけど、コムハニーを買いたいなと思って、はい、じゃーんじゃーん、ドイツのコムハニーを買ってみました。私ねコムハニーは結構ちっちゃい頃からよく食べてたんですよ。おじいちゃんがすごく好きだったので、おじいちゃんの影響で私もすごい好きだったんですけど、最近ずっとコムハニーは食べてなかったので久々に買いました。みんなさ、こういう通販サイトでさ購入した時、こういうカタログとかちゃんと見る？私は自分がピーチビックしてて、自分でこうチラシとか作ったりするから、結構他店さんとかいろんな会社さんのこういうパンフレットとかを見て勉強することが多いんだけど、なんかねこういうの見てるとねすごいワクワクするんだよね。なんかねここの会社さんね、さんざしの濃縮ジュースだったりとか、ザクロとかレッドビーツとか、すごい体にねめちゃくちゃ良さそうなね飲み物とかいろいろ売ってて、すんごい気になるんだよね。体に良さそうな蜂蜜とかも、ほんの種類たくさんいろいろ売ってて、なんかいいよねこういうの見るの大好き。なんかこのさサジーってさ、すんごい栄養価が高い、フルーツって言えばいいのかな、フルーツみたいなんだけど、オメガ7もたくさん入ってるらしくて、おこれはめちゃくちゃいいじゃないと思って楽しみ。これほんでもう一個がずっと気になってた、コスメを買ったんですよ。超楽しみにしてた、これもずっとずっと欲しかったセレブの、コスメを何個か買いました。めっちゃ楽しみにしてた。これ見て、めっちゃパッケージかわいい、めっちゃかわいいこの色。
え、やばい。なんかさ、パッケージがめちゃめちゃ可愛すぎる。私斉藤咲さんすんごい大好きで、もう普段 SNS とかもよく見てるんですけど、咲さんがするメイクすんごい好きなのね。で、なんかそれで咲さんがプロデュースされてるコスメとのことだったので、ずっとずっと欲しかったんですけど、なかなか店舗行って買いたいなと思ってたんですけど、九州に店舗がないので、なんか次ね、店舗行けたら行きたいなと思ってはいるんですけど、あとこれ気になったプレストパウダーも買ってみました。私パウダー大好きなので、これ使うのもめっちゃ楽しみ。チークも買ったんですけど、マーマレードというカラーで、これからの夏のオレンジメイクに使えるかなと思って買いました。これもめちゃめちゃ可愛い、やばい。そしてもう一個は気になってた化粧下地も買ってみました。ピンクをね、今回買ったんだけど、サンプルもついてきて、イエローとブルーもついてきました。これも使ってみて、よかったら他のカラーも買いたいなと思ってます。で、あとちょっと今日はずっと私ラガンなんですけど、私韓国のカラコンで一番もう10年ぐらい前からずっと愛用してるのがオーレンズなんですよ。もうオーレンズは本当に私が高校生の時から愛用してる韓国のブランドなんですけど、昔はさ、通販がなくって韓国行った時に買うみたいなこともあったんだけど、今はさ、もう通販で買えるじゃないですか。オーレンズの、カラコンもまた装着の様子とかは改めてショート動画とかの方でアップしようかなと思っているので、楽しみにしていてください。見て、ちょっとオリーブ系のカラコンなんだけど、やばくない？絶対可愛いよね、このカラコン。またね、セレブのコスメを使ってメイク動画とかもアップしようかなとは思ってはいるので、楽しみにしていてください。じゃあ今からね、有酸素1時間ぐらいできたらしようかなと思います。最近ね、ちょっとだるいなとか、モチベ上がらないなって時とかはインスタライブとかをしながらやってることが多いので、今からねインスタライブとかしながら、有酸素したいと思います。ということで、今インスタライブしながら約1時間10分ぐらい頑張りました。1時間あっという間だった。めっちゃさ、突然いつもインスタライブしてるんだけど、なんかすごい突然してるのにもかかわらず、たくさんコメントをいつも濃い絡みがいつもできてめちゃめちゃ楽しいです。本当にありがとうございます。コメントしてくださった方、なんかすごいあっという間すぎた1時間が。楽しかった、めっちゃ。こんな感じでたまにゲリラでやってるんで、1週間に1回ぐらい、よかったらぜひ遊びに来てください。こんな感じで、ちょっと汗かいたんでシャワー浴びて今日は寝ようと、ストレッチとかしてね、ホームローラーもして寝ようと思います。はい、こんな感じでしたね。一日変わることはないのであれなんですけど、まあ明日は休日なので、明日はまたジムに行ってちゃんと筋トレしたいなと思ってます。まあこれからも50日やっと経ったんで、残りの50日も、引き続き頑張りますので、よかったら YouTube ショートもしくは TikTok の方を見ていただければなと思います。というわけで、最後まで動画を見ていただきありがとうございました。本当に終始すっぴんでマジで申し訳ないです。ちゃんと次はメイクします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。